失礼します。社長、お呼びでしょうか。ウルフ。はい。お前この会社好きか。え、会社立ち上げて40年、日本の高度成長期に伴い会社もでかくなり、バブルの時はまさに絶頂期だった。そして90年代の失われた10年もなんとか乗り切り頑張ってきたが、時代の流れか、全く世知辛い世の中になったもんだな。社長。おう。看板を下ろす時がやってきた。株式会社トマホークは今週をもって廃業。来週から株式会社ニョインになる。ニョイン？あのニョインですか？吸収されたってことですか？そうだ。しかしニョインは黒い噂が絶えませんよ。ああ、わかってる。しかし、もうどうもならん。しかし社長、うちの業績は世界的な金融危機の影響を受けることもなく、堅実に成長していたはず。ああ、そうだ。ではなぜ？1週間前、女院から電話がかかってきた。うまい話があるってな。うまい話？具体的には？いや、ただ電話でうまい話があるから来いと言われたんだ。そんな誘いに乗ったんですか？ああ、そうだ。のこのこと。ああ、のこのことな。そこには女院の社長が俺を待ち構えていた。奴は言った。トマホークさん、うちの会社を買ってくれませんかとな。俺は言った。どういうことだ？あんたの会社は飛ぶ鳥を落とす急成長してるじゃないか、とな。奴は言った。いやいや、トマホークさんほどではございませんよ、と。俺はその一言に乗せられ、つい、わかった、買おうと言ってしまった。すると奴はこう言った。では社長、価格はトランプで決めましょう。あなたが勝てば勝つほど、売り値を安くいたしましょう、とな。そしてダウトをプレイした。ダウト？トランプのですか？まさか相手は。そう、たぬき田学。かつておもちゃ業界でトマホークと競い敗れた、タンタン商事の社長だった男。またの名をジャッカルだ。ジャッカル？あのトランプ野郎。やつの匂いの社長だったとは。社長、しかしなぜダウトなど。うまく乗せられたんだ、やつの口車に。ジャッカルは口車だ。それに、ダウトって嘘って意味だろ。俺は長年嘘をつくのが人より上手いと密かに思っていたから、勝てると思ったんだ。案の定、俺は勝ちまくった。その時奴はボソッとこう言った。私が勝ったらあなたの会社いただきたいんですがね、とな。俺は勢いに乗っていたからついこう言った。いいだろう。大逆転でも狙えればの話だがな、とな。しかし。逆転が起こってしまったんですね。勝ってたんだ、ずっと。勝ちまくって大勝負に出た。しかし最後にやられた。奴の方が上手だった。ジャッカルは人の心を揺さぶる老獪な詐術に長けていた。イカ様を仕掛けられたんじゃ。いや、それはない。俺はずっと警戒していたんだ。実力だったんだよ。くっ。白樺。何？今なんて言った？白樺。白樺？黒さ一貴様、俺に向かって呼び捨てとは何だ。ふん、はいはい、白樺さん。今週まで白樺さん。ふん。なんだ。ウルフ。イーグル、お前一家だろ、何しに来た。俺は来週から女院に行くことにした。貴様はどうするんだ。くっ。